ご視聴ありがとうございます。この動画は、宇宙開発シミュレーションゲーム、カーバル、スペース、プログラム、を通して、宇宙開発を楽しむ動画です。宇宙開発には、自然の法則を知ることが、大切であると、前回説明したよね。特に、大切なのが宇宙の運動と重力の法則なんだ。宇宙の運動と重力の法則？宇宙運動の法則って？宇宙は、地球を中心に回っているのか？太陽や火星は、どういう規則で運動をしているのか？そんなの。太陽を中心に地球や火星が回っているじゃない。400年前までは、誰も知らなかったんだよ。ヨーロッパでは、この世界は地球を中心に回っていると、本気で思っていたからね。太陽を中心に地球や火星が回っていることが、分かった後も、なぜ、太陽を中心に地球や火星が回っているのか、何の力が、地球や火星を動かしているのか、分からなかったんだよ。太陽を中心に、地球や火星が回っていることを証明したのが、ケプラーだよ。何の力が、地球や火星を動かしているのかを発見したのが、有名なニュートンだよ。この二人がいなかったら、人類は宇宙に行けなかったよ。次回は、宇宙開発に必要なケプラーの偉業を案内するよ。